2000WX 年、繰り返されるレプリロイドの騒乱により、地上は荒廃し、人類は月への移住計画を進めた。この計画のため、ヤコブと呼ばれる軌道エレベーターが建設され、高性能な新世代型レプリロイドたちが月面作業のため宇宙に運ばれていった。